はい、こんにちは。沖縄おばばです。えー、10名さんですね。はい、エヴァグリーンの船のそば。昨日のですね、IC99 っていう船が、行ったり来たりしてましたね。はい、49秒のとこです。はい、IC99 を数字に直すと、数字に直して全部足すと、なんと46になります。はい、昨日のホワイトハウスの美人さん。 えー、やっぱり46というのを、出してましたね。で、46が何、何かというと、一応ね、聖書のフィリピンの4章6節ここにはね、まあ、有名な聖句ですね。何事も思い煩らうな。求めているものを神に打ち明けなさい。そして、えー、7節の中では、あらゆる人知を超える神の平和が守ってくれます。と書いてあります。はい。あるキリスト教の預言者が、トラさんの帰還について、 人知を超えたものと言っていましたね。このことを思い出させます。はい。そして、えー、そういうことは、もしかしたら、トラさんの期間はあ、もしかしたら計画よりも早いかもしれないっていうことを意味してるのかもしれないですね。はい。はい。えー、そして46の意味ですね。これ、数秘術ですね。ヒーローっていう意味と、カエルという意味があります。カエルはね、なんか9の ね、Q さんのあのアニメのペペちゃんかもしれませんね。はい。あれ可愛いですよね、ペペちゃんね。はい。そして、えー、2分26秒のところです。えー、ダンスカビノさんの投稿がありますね、えー。ここで大文字、非常にはっきり大文字で IDWC って書いてあります。これは、えー、アメリカ政府のね、水事業の管理部門、 の短縮形ですねそれどういう意味を表しているかっていうとトラさんもねこの水路で起こった航海の,のね、えー、水,水のね関わっている件をずっと見てますよっていうことです。そしてて、えー、がたくさん出てきますで9の16のポストを見てみますと九ちゃんのね16のポストを見てみますと「ポップコーンを用意して」と書かれてます。 そして、1612という数字も出てきます。その数字の、あの、9ちゃんの投稿。それは、降り、私たちは降り立った。私たちの時間っていうことです。降り立ったまあ、飛行機からね、降りてくるっていうこの意味ですね。えー、着陸したっていうことです。はい。えー、そして、着陸した後は、誰が飛行機から出てくるのでしょうかっていうことです。はい。4分54秒のところです。 マックスウェルさんの件がね、えー、出てますね。そして、えー、彼女はいろいろな、えー、事件の詳細を吐いて、それがすごい量になっているということが書かれています。これニュースですね。はい、マックスウェルさんっていうのは、あの、島を持ってるね、えぷえブちゃんの彼女ですね。はい、面白い関係になってます。まあ、彼女さんもね、逮捕されましたからね。 で、えー、エヴァグリーンの船と深い関係が、あの、